合成回光レーダーとは、レーダーの一種で、航空機や人工衛星に搭載し、移動させることによって仮想的に大きな回光面として働くレーダー。一般的にレーダーは、通常マイクロ波もしくはミリ波と呼ばれる電磁波を対象物に照射し、反射して帰ってきた信号を分析して、対象物を観測する。マイクロ波は、可視光などに比べて波長が長いため、 雲などの影響を受けずに観測ができる電磁波を使った観測機器のレンズやアンテナなどの分解能は波長に比例するためマイクロ波を使うレーダーは同じ直径の光学レンズの10万分の1程度と分解能が非常に低い光学レンズ並みに分解能を向上するにはアンテナの直径を極めて大きくする必要があり物理的に困難で これを解消するために合成開口レーダーが開発された。合成開口レーダーの概念は、軌道上に仮想的なアンテナをいくつも並べたものである。軌道を移動中に送受信を繰り返し、受信した電波をドップラー効果を考慮に入れて合成し、分解能を向上させている。小さな開口面であるアンテナを合成して、大きな開口面であるアンテナを実現することから、合成開口と呼ばれる。 これは、移動方向の分解能向上である、アジマス圧縮の説明で、移動方向と直行方向の分解能向上である、レンジ圧縮効果は、短時間で送信波の周波数を変化させて、疑似的にドップラー同様の効果を実現している。アポロ計画当時から NASA が、月面探査などに使用していた。得られるデータは膨大な量で、処理演算が高負荷であることから、 計算機の処理能力の発達につれて、後半に用いられている。1999年アメリカ・カリフォルニア州南部で、起きたヘクターマイン地震におけるインサー画像島模様の分布のずれから、断層の位置が推定される。干渉合成海航レーダーは、同一地点を2箇所、または2時期に観測して、地表の標高や変化の映像を得るもので、現在は地震による、 地殻変動の観測などに使われて応用が期待される。長所短所、レーダーアンテナの移動ではなく、相手側の移動や姿勢変化を利用して分解能を高める逆合成回口レーダーがある。ジェット推進研究所が1978年に打ち上げた海洋観測衛星 CSAT スペースシャトルのシャトルレーダートポグラフィミッション、近勢探査機マゼランで運用された。日本では、 地球主義に衛星不要、陸域観測技術衛星第一、情報収集衛星などに搭載された。ありがとうございます。